この UFO キャッチャー、インターネットで簡単にね、商品を取れてしまうと。ゲームセンター、君たちにもあるね、ナムコだっけ、どこら辺とこのゲームセンターにある UFO キャッチャーとかあるじゃないですか。それをインターネットでできるんですよ。うん、今の時代すごいですね。で、それをね、今日はちょっと取れるまでやってみようかなと思います。どれ行く、みんな。あの、といい、あと一ついい、あの、マジで取れそうなのにして、本当にね、マジで今、まあ、一応ね、お金は用意したの、ポイントは。本当にね、これめちゃめちゃむずいんだ。だから、あの、あんまり、絶対これで取れないだろっていうのを取ろうとすると、僕、本当に破産しちゃうから。かわいい、ポムポムプリン。シナモンもあるじゃん。おー、わー、でも、なんかいらなそう、全部なんか、全部いらな、差し、僕、確実に差し入れだったら全部いらないけど。さっき言ってたね。AV 系いきますか、AV 系。こちらね、ムチムチ券ね。ムチムチワワか。ムチムチワワ。これ。まあ、犬飼ってない人にはね、ちょっとあげたい商品ですね。代わりにこれでね、みたいな感じで。ちょっとやってみるか。ほい。いきます。これ、どれぐらい取れるんだろう、ピンポン玉って。お、お、お。え、そんなもんなの？おっ、おっ、おっ、ちょっと一発目で取れそうで興奮しそうな私、スタート。ちょっと待って、プレイあと8回しかできないんだけど、大丈夫かな。8回しかできないぞ。これ僕の金がなくなるか、チワワが取れるのが先か。ムチムチン、ムチムチンコ券頼むよ。2個ぐらい、あ、それ落ちろ、それポンポンみたいな。1個やんけ、来い。うわー、嘘、ちょっと待って、そんなことある。ちょっと待って、企画外だったんだけど、この先これでいいのか、本当にすごく不安だよ。大人気ね、なんだっけこれ、角砂糖ちゃん、角砂糖ちゃん来ましたよ、みんなの大好きな。取れる気が全くしないんだけど。ここ狙っ、ここ、あー、うまいんじゃない、いいんじゃない、で、こう、うわー、おもんないって、ダメだって時にポロって取れちゃったら、な、おおーってなるから。予想以上にうまく取れすぎてて、ちょっとねビビってる。隅っこ暮らしのね、このね、 UFO キャッチャーの特徴である最難関、段差ね。ここ、うまい。そして真ん中狙ってく。うわ、まあヒットはしなかったな。あー、なるほど、そこ行くとそうなるのか。もうちょい真ん中攻めてかないと。ここここマジで動かないんだけど。よし、あとちょっとだ、あとちょっといける、俺たちならいける、頑張って、頑張って頑張って、俺たちならいける、今までやってきたじゃないか、いけるよ俺たちなら、あとちょっと、みんなで思い出作ろうよ、隅っこ暮らし。ごめんな、お前らこの6人組もとうとう卒業する時が来た。今までは7人でやってきたけど、今回ごめん、最後のお別れだ、ありがとうみんな、これから6人になっても頑張って強い意志を持って生きてきてくれ。実は別れてしまうけど、またどっかで会える日を待ち望んで、ありがとう、そしてさよなら。来た、これマジ取れる、これマジ取れるべ、マジ取れる、
こい、おい、おーあー、ただいま。やっぱりこのグループじゃないとダメだと思う。でも言ってくれよ、俺たちのことはもうほっといて。いいのか、そんなことで。今までやってきたじゃん一緒に。俺がいなくなってもいいっていうのかよ。大丈夫。え、お前マジ無能。俺はお前たちのこと忘れねえから。もうじゃあね、またね、またどっかで、ね、よろしく、お疲れ。すみっこー、なんだこの茶番は。今配信中だよ、カズ、今配信中だよ、大丈夫？あ、酔っ払っちゃう、変なこと言うのってあれ、ダメだそれは。あ、ちなみになんか撮ってほしいぬいぐるみとかある？今 UFO キャッチャーやってるんだけど。今の本当？うん、撮ってほしいぬいぐるみど、あ、あったね、ドラゴンクエスト、ビッグフィギュア、ゴーレム、ビッグフィギュアゴーレム。結構可愛い顔してる、母さんみたいな顔してるよこれ、ゴーレムみたいな。うん、全くね、うん、全くね、あんたね、あ、お父さんと同じこと言ってるよ。ああ、いや、いい、冗談じゃねえよ、分かって、いや、私ね、手動かないから。いいや、もうもううるさいんでね、もうね、酔っ払ってるんで、いいです、うん、寝る時間だから、もうおばあちゃんだから。何今撮ってんの、今遅っ。ねえ、今ねえ、お、もしもし言っていい？何、大丈夫？その、何、どうしたの？今切った電話切ってないよ、切れたの、電波悪いから。最近ソフトバンクね、切れてる問題でいろいろあって切れてんだよ、そういうのがあるからさ。そうなんですよ、そう、自分から切ってないよ。 そんなするわけないじゃん、そんな親不孝みたいなね、ことするわけないでしょ。そうでしょ、うん、何言ってんの、本当にね、切られちゃったから、私ね、切るのがすごいなんだけど、相手に切られちゃったから、一緒に腹立ってた。なるほどね。おー、おー、いいね、まず、ほい、からの、あー、惜しいな。どうした、何だったのその電話は。いや、なんか言ったんですよ。うん、で、ずっと私がね、で、母さんが心配してるから、全く連絡ないんですよ。母さん、何当たったよ。何が、景気当たった、今当たったよ、ケーキ。何、今日運ついてるよ、母ちゃん、大丈夫、頭にうんこついてない？ついてるわ、そりゃ。これ母さんのために、元気になってもらうためにね、巨大なこのチンコ、チンコのぬいぐるみがあるから、ちょっと取ってあげる、母さん。うん、チンコぬいぐるみ今から取るからね、母さん任せて。うまい、チンチン。あれは寒い冬の夜、お前は寒い寒いって言ってる俺を頑張ってシコ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 と頑張って俺のことを温めてくれたな。頸動脈が張り裂けるぐらいまで、お前は必死に、このまま寒いからっつって、あそこシコ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 と擦りに擦って、鉢切れるぐらいまでやってくれた。そんなお前もう卒業してくれ。お前の心の中ではもう春になってほしい。ありがとう、本当にありがとう。あーはー、まだ足りないっていうのかよ。お前擦りすぎてもこんなパンパンなってるじゃねえか。みんな力を分けてくれ、あとちょっとなんだ、俺たちの力、最後までここで諦めてどうするんだよ。いける、ラスト、いけ。
マサロ来たやったよみんな。一時はどうなるかと思ったけど、一つの感動が生まれましたね。はい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方は、パソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね、概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね、ツイッターも毎日更新してるので、フォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。